本日はですね、韓国に今から行きたいと思います。今日から5日間ぐらいかな、韓国に行きます。楽しみ。結構久しぶりな、1年ぶりぐらいじゃないわ、全然半年ぶりぐらいかな。久しぶりなのですごく楽しみです。まあ、今回も行きたいところだったりとか食べたいものだったりとかいろいろあるんですけど、ちょこちょこ Vlog も一緒に回していこうと思います。では行ってきます。今回のフライトで14時に着いて、でそっからこのホテル、このホテルがマングローブシンソルっていうホテルなんですけど、今もう4時めっちゃ時間かかった。今日はそんなにもう時間がないので、あんまり観光っていう感じではできないかなと思うんですけど、今日はクリニックをね6時から予約してるので、それがカンナムにあるんですけど、それまではちょっと時間があるので、どうしようかな、ゆっくりするかちょっと早めに出てなんかカフェとか行こうかなって感じです。ちょっとお腹空いてるんだよね。ちなみにお部屋がめっちゃいい感じです。初めてここのホテル予約したんですけど、すごいなんかねミニマリストな感じ、本当に一人旅行とかにめっちゃいいと思う。お風呂もこんな感じ、なんかねベッドが可愛いんですよね、この棚というかおしゃれ。鍵もなんかこんな感じで可愛い柄のケースに入ってきました。でタオルあってめっちゃクローゼットもしっかりあります。でこっちに机と棚、なんかめっちゃ収納スペースがある。そうこのねホテルのロゴも可愛いですよね。おしゃれなホテルでした。お水あるかな、あお水もあります。でベッドはシングルサイズかな、これはが1個だったって、窓と小さめのソファーっていう感じです。ていうかね、さっきあのこのシンソル駅っていうところかな、最寄りがなんですけど、私がこのデカキャリーを持って改札をね通ろうとしたんですけど、韓国の改札って押して通るやつ、日本みたいなこうピッて開く系のやつもあるけど、そこの駅がなんていうの、棒がバーってついててそれを押して通るみたいな、自分一人で入る分には全然余裕なんですけど、私がこのキャリーケースを持っていたからもう引っかかっちゃって、これがでどうしようと思って、でもそのなんていうの、ピッてやってから時間制限というかもう多分あるから、そうなんか引っかかってるうちにこのバーが動かなくなって固まっちゃったんですよ。わどうしようと思って、でその横に私気づかなかったんですけど、あの車椅子用のゲートみたいなやつもあって、そこは普通にバッて開くやつだったんです。だからそっちで最初通ればよかったんですけど、私が間違えて一回カードをピッてやってるじゃないですか、だからもうお金とかは払われてて一回外に出たっていうことになってるから、もう一回ピッてやったら通れないみたいなエラーみたいな感じになっちゃったんですけど、近くに行った男性の方がいいよいいよもう通っちゃえよみたいな感じで、韓国語だったんで何言ってるか分かんなかったけど言ってくれて、もう無理やり無理やりこのキャリーケース持ってその車椅子側のレーンからバーンって出て、あ、けんちゃないけんちゃないよとか言ってたけど、そうそう助けられました。ありがとう、カンファーミダー。そんなハプニングから始まりましたが、こっからクリニックまでがちょっとね多分遠いんだよな、あ50分ぐらいか。じゃちょっと準備してクリニックに向かいます。時間が空いたのでオリアンに来ました。このトリデンのパックめっちゃ気になってるんですよね、なんかみんないいって言うから買ってみようかな。これこれ、このベーグルチップがめっちゃ美味しいんだよね、買っとこうかな。2プラス1、これだ。
ダルバのミスト、これもめっちゃみんながなんかいいって言うから気になってるんですけど、ワンプラスワン。はい、手術してきました。すごいなんか赤いブツブツがめっちゃあるけど、いろいろと追加してお尻に負けた感は若干あるんですけど、いろいろ追加してすごいいっぱいやってもらいました。なんかインモードとかボトックスもめっちゃ打ってもらって、脇もね今年もやりました。なんか去年脇やって、私汗めっちゃやばいんですけど、だいぶマシになったので今回もやりたいなと思ってお願いしました。ちょっと2時間はこのままこの顔で過ごしたいと思います。ちょっと夜ご飯食べたいカルグクスのお店があって、そこが9時までなんですけど、やってるか分かんないけど一応来てみました。ヤンジ駅っていうカンナムから本当一駅のところで美味しいみたいな見たので、ちょっと行ってみようと思います。が届きました。満タン、なんか来た。なんとか間に合って食べることができました。なんか8時35分閉店だよって言われて、で多分入ったのが8時ぐらいで残り30分ぐらいしかないところ、カルグクスが来たのも15分とかで、もう20分ぐらいで駆け込みで爆食いしてきました。めっちゃ美味しかった。超麺がもちもちで、でもアサリかなの出汁がめっちゃ効いてて、とっても美味しかったです。なんか一人でも全然入れる感じだったので、ぜひみんなも食べてみてください。ということで、もう今日はこのままホテルに帰って、また明日ちょっと行きたいところ回って行こうと思います。ということで、おやすみなさーい。今ホテル着いてパッて鏡見たら想像以上にあざになっててびっくり。大丈夫かなこれ、明日までに治るかしら。うわー、すごいあざになってる。てか今日のメイクめっちゃ可愛くないですか。ちょっと肌めっちゃ汚いけど、今日はブルーのアイシャドウをしてみました。めっちゃいい感じ。おはようございます。ちょっと早めに起床したので、近くのスタバにドリンクとちょっとしたご飯を買いに行こうと思います。ゲットしてきました。ちょっともうドリンクは飲んじゃいましたけど美味しい。私いつもスタバはアーモンドミルクラテにするんですけど、それがちょっとなかったのでアーモンドミルクがなくてオーツミルクにしました。温めてくれました。なんか何だったっけな、あのベーグルなんですけど、トマトバジルチーズベーグルみたいな、美味しそうと思って。私トマト食べれないんですけど、あの生がダメで加熱してあればいけるっていうか、調理してあれば割といけるので大丈夫かなといただきます。朝から
めちゃくちゃ高カロリーなものを。いただきます。めっちゃ美味しいかも。なんかなんだ、チーズがちょっと甘めなのかな。なんだ、しょっぱいよりも甘いが強い気がするけど、すがないかな。バジルソースがめちゃくちゃ、うんうん、ちょっとこれはぜひ食べてみてほしいな。ちなみに今7時40分ぐらいで、チェックアウトがでも11時とかなので割とゆっくりで、まだ全然時間あるんですけど、今日また違うホテルに移動するので、まぁ、ちょっと早めに出てもいいかな。早めに出てどっかフラフラしてっていう感じしようかな。そう、今日お昼にお茶をしにね行くんですよ。前にアベマの撮影でモデルさんをやってくれたリモンちゃんっていう方がいるんですけど、リモンちゃんも私が着いた前日にちょうど韓国に来てたらしくて、で前にもリモンちゃんが韓国行ったタイミングで韓国いないですかって声かけてくださったんですけど、その時私は韓国いなかったので一緒にお茶しに行けなくって、で今回まさかの偶然奇跡で滞在の日が被ったので、ストーリーで、え、もしかして今いますかみたいな感じで連絡くれてお茶行くことになりました。嬉しい。そんなのでお昼からお茶しに行くので、それまでチェックアウトしてチェックインしてどっか回ってみようかなと思います。では私は朝ごはんをいただきます。ちなみにこれ二人でシェアするのでもいいかも一人だとちょっともしかしたら多いかもしれません。韓国のエレベーターって扉閉まるのめっちゃ遅くないですか？どうしよう、どうやったら閉まるんだろう。なんか方法あるのかな。いつも一定の時間待たされる。今キャリーケースをホテルに預けてきたんですけど、お茶するのが本でなので先にそっちに行って、あのビジュアルエイドに行きたいのでそこに行こうかなと思います。本田に着きました。ちょっとなんか栄えてるところから離れてるんですけど、ビジュアルエイド前も行ったんですけど、セレクトショップで可愛いブランドがいっぱいあるので結構毎回チェックしたいお店です。到着しました。ビジュアルエイド、リボンちゃんです。合流しました。バイ、おいしいです。おいしい、まだ食べてないけど、なんと韓国で久々の再会ができました。このままありがとうございました。モデルしてくださって、そう、あのリニューアルの時にモデルをしてくださいました。しました。かわいかった。でも本当みんなも超好評で、もうずっとかわいい、リボンちゃんかわいい、本当何でも似合うじゃないですか。お洋服がちょっとカフェに来てお茶しまーす。かわいい。
オープンワイワイに到着しました。すっごいよ、キティだらけ。今お店のお香がいい香りすぎてお兄さんに聞いたら教えてくれたので向かいます。優しかったな。こちらの香りをゲットしました。地名の名前のやつがいっぱいある。川島とか青山とか。バス待ってます。韓国の救急車。韓国に来てまで日本食を食べちゃいます。美味しそう。せーの。なんか貝にしました。美味しそう。リボンちゃんはサーモン。サーモンです。めっちゃ色合いが素敵、綺麗。いただきます。ねえ、熱いかなこれ。熱っ、びっくりした。結構量ある。な、もしかして。思った。またに気をつけてね。ありがとうの。うん、こちらこそ。バイバイ。なんか本当はお茶だけだったんですけど、想像以上に盛り上がってしまって、まさかの8時まで一緒にいるっていう。8時間も一緒にいました。びっくり。めっちゃ楽しかったおかげで。でも多分一人だったらこんなに笑ってないだろうなと思って、今日楽しかったです。私は今から、ホテルに戻って家族が来るので、今日の夜に家族を待ちたいと思います。到着しました。こんな感じでリアンホテルっていうところに泊まるんですけど、チョンノサムガ駅が最寄りで、そこからちょっとまあ奥まったというかところに入るんですけど、こんな感じのホテルです。トイレとねお風呂が別なのが良くてここにしました。いい感じ。あ、でもこっちにシャワーも一応あるんだ。トイレがあります。寒い寒いかも。ちょっとめっちゃ冷房めっちゃガンガンでやってくれてる。まさかの 18.5 度。これは寒すぎるけど、何がどのボタンって感じで。あ、なんか 7.5 って何。あ、何これ、どういうこと。これを回せばいいのか。あ、
とやばい、わかんなすぎる。あ、ちょっと待って、わかんない。こういう時は翻訳で、なんて書いたの。パワー、外出、予約モード、現在温度 18.5 度。違う、これまさか設定温度が14度ってこと。設定温度14度になってるやん。それはまずい。10、25度ぐらいでいいよね。この赤何、暖房になるの25度って。え、嘘だろえ、どういうこと。なんかとりあえずこれで待ってみよう。なんでこんな広いホテルかっていうと、まあ言ってるっけ、私この Vlog で伝えてたかはちょっと覚えてないんですが、この後家族と合流するんですよ。家族が今実家から、地元から来てて、本当は明日から3日間一緒に旅行する予定だったんですけど、2泊3日でも全然楽しめると思うんだけど、いい時間帯で飛行機を取ろうとすると結構値段が上がるから、だったらなんか前乗りできるんだったら前乗りして夜来てホテルみんなで一泊した方が絶対安いよなと思って、聞いてみたら前乗り行けそうだったから、そこの後ね家族が3人来ます。私のお母さんとお父さんと妹が来るんですけど、実はあの父の日のツー、なんか父の日ツアーっていうか、いつもね私母の日は結構いろいろやったりするんですけど、父の日はなんかいつもおろそかになっちゃうっていうか、あんまり母の日ほどいろいろできていないなと思って、お父さん自体にそんなにこう欲がないっていうか、趣味があんまりないっていうのもそうだし、何が欲しいのかなとかもあんまりわかんないから、まあ今まではなんか美味しいおつまみ的な好きなのを送ったりとかしてたんですけど、なんか毎年それになっちゃうなと思って、ちらっとねお母さんから、なんか最近パパが韓国行きたがってるんだよねみたいな、あんまりもともと旅行をそんなにしないタイプというか、押したら行ってくれるけどなんかそんなに自分から行こうとかはならないタイプで、あんまりそうで、結構珍しいなと思ってて、その韓国に行きたいっていうのが、なんか韓国の大食い家族の動画を見てるかなんかで、韓国のご飯食べたいみたいなずっと言ってたらしくて、それがすごい記憶に残ってたから、であんまりやっぱ海外旅行とかにも親って行ってないから、私がこんだけ今海外でいろいろ旅行とかしててすごい楽しいっていうのを、なんか味わってほしいじゃないけど、すごく先を見てというか、なんかこう生きてるうちに、なんか元気なうちにそういう海外に行ったりとかやりたいことはやってほしいなっていう、私のとってもエゴな思いもありつつ、その父の日に、私はいつもあんまりいろいろできてないから、もしよかったら海外旅行一緒に行かないみたいな感じで言ったら、え、マジでいいのみたいなめっちゃ乗り気で帰ってきて、私もちょっとびっくりしたんですけど、それはまさかこんなにノリノリで帰ってくると思ってなかったから、マジいいのみたいな感じで来て、あ、そんなに喜んでくれるんだ、そんなに行きたかったんだと思って、でなんか後からお母さんに聞いたのは、もうその言った次の日にはパスポート取りに行ってたらしくて、私もなんか言うて6月に言って、こんな7月1ヶ月後とかに来れるって思ってなかったから、でも私のスケジュール的にも8月9月ってちょっといろいろあるから、できれば7月がいいなって思ったので、それはすごいありがたかったんですけど、そうパスポートとかもさ、取りに行くのも時間かかるから、そういうのとかもめんどくさがるかなとか思ってたら超乗り気だったので、それはすごく良かったなって思ってます。そうだから今回は父の日ツアーということで、お父さんを海外に連れてきましたで、まあお母さんと妹は普通に、なら私たちも行きたいって言って、まあ、自分で払っていただいて、そこはなので4人で家族旅行をしようかなと思ってます。そうなので、まあこの後の動画はそんなに多分がっつりは撮れないかなと思うんですけど、まあちょこちょこ回せたら回そうかなと思ってるので、ゆるく撮っていこうかなと思います。とても楽しみ。その今ねもう絶賛飛行機機内中だと思うんだよね。9時に着くからあと30分ぐらいで多分とりあえず着陸はする予定ではあるんですけど、ホテルまでその自分たちで来てって言ってるので、それがちょっと心配なんだよな。インチョンってねちょっと遠いんだよね。そんな感じでした。ではまた明日、バイバーイ。
でも、みんなに耳が耳なんで、ありがとう、ありがとう、言い切るんだけど、クロミンですのが、でも、ほら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 、食べたの？ご飯？美味しい。食べたい。どうぞ。好きながら。どうなの？これね。味噌が、もろみ味噌みたいな。じゃあ、家族もパンで流してよ。それで一つできた。ダメだわ。家族もパンで。量は増えんもんね。任せてよ。めっちゃいいマイクで ASM。 大人数の ASM。 一人ずつマイク取れて二度目カルグ。Thank you.
味しい？アシストよ。ピーピーピー飲みたいんじゃないパパ。来ました。これ何ソース？
知らないから。